人ありがとう。すいません、ブインブインですごいガタガタしてるんですけど、ゲーム配信ずっと見てたら目がクラクラしたね、酔っちゃったね、あれ一番出口酔っちゃった。でもあれ操作めっちゃ難しいんですよ、あのめっちゃ難しくて操作。一番出口電気消えた時怖くなかったですか？電気消えた時よりはあのあれなんだっけ、ポスターが全部同じ目のやつになってたのが怖かった。ギフトありがとう、ありがとうございます。1回目はあれですね、レッスン配信でもうみんなお分かりだと思うんですけども、25日の放課後音楽祭はリオはソロを歌います。イエーイ。しかもジュリさんと一緒に嬉しいソロを歌います。いつかのメリークリスマス、ぜひ25は来てください。みんなお待ちしてます。2回目のソロ、そうめっちゃ好きな曲ばっかりなんですよ。ホワイトラブも好きだし、そう好きな曲ばっかり、そうなんですよ。ビーズ良かったです、すごく嬉しい。え、そうなんですよ、難しい曲で、あの曲難しかった。で2回目は隼人さんとゲーム配信をして、まあ、隼人さんは見守ってくださってたんですけどそう見守ってくださってて、4人で8番出口っていうゲームを初めてやったんですけど、めっちゃ難しい、怖かったです。怖かった。場合によっては津波が来たりする。え、8番出口、何それ怖い。そういつかのメリークリスマスはね初めて聞いたんですよ。そう初めて聞いた曲で、すごい難しいんですけど頑張ります。そうビーズさんの曲で、ビーズさんの曲を歌わせていただきます。クリスマスキャロルが、そう前回の時にジュリさんとコラボしたいみたいな言ってたから早速叶ったんですよ。嬉しい、めっちゃ嬉しい。今回は来たい、待ってる、見に来てほしい。質問なんだけど、前に言ってた市内のガリバーっていうカレー屋さんってどのくらい辛い？辛さが選べるからリオゼロにしたけど、ゼロだったら全然辛くなかったよ。全然辛くない、なんかめっちゃスパイスって感じでもないし、いい、あの辛いのが苦手な方とかも全然いける。リオでもいけた、辛さが選べる。そう楽しかった8番出口、ドキドキしました。飽きた飽きた飽きた飽き、25日りょうつんと一緒だなんて最高やないかい。だねクリスマス一緒に過ごせるなんてもう最高ですね。そう怖かった。受験さんありがとうございます。カメラリオです、フォローしてください。ほらありがとう。そうあとさっき個人 X を載せたのでぜひ見てください。いいねリポストコメント、あと今日は合計3個載せてる個人 X。 1個目はお発音ポストで、2個目はクリスマスライブのことについて載せて、3個目でさっきありがとうっていうのを載せたから、ぜひ見てください。
リオツンといつまでも手をつないでられるような気がしていた。ウケる。リオツンといつまでも手をつないでね、またやりたいゲーム配信。いや、ゲーム配信好きなんですよ。楽しい。あ、15分だったら終わるから13分ぐらいになったら教えてください。ね、おじさん2人出てきた時怖かった。え、ポスター全部目のやつも怖かった。ハロー、ありがとう。チケンさん、ありがとうございます。カメラリアです。フォローしてください。今日のピンクの服めっちゃ好き。え、皆さん気づきましたか？気づいてないか、みんな。誰も気づいてなさそうなんですけども絶対気づいてない。みんな気づいてる方はもうさすがオカリオシです。今日の服装、今日のあのピンクの服は今年の3月ぐらいのお話し会の時に着た、オンラインお話し会の時に着た服です。気づいてましたか、皆さん。今日は一段と可愛い。やったー、嬉しい。でもさ、結構ね、あれ薄いんですよ。だから寒かった。あ、気づいてる方いる多分靴下見えましたか？靴下あの豚ちゃんの靴下履いてましたそう、豚ちゃん。しかもさ、ピンクだから合わせました、ちゃんとピンクの服に。2月3月もオンライン話し会追加した。嬉しい、ありがとう。そうなんですよね。そう、ブタちゃんの靴下履きました。ブタちゃん、ブタちゃん、ギフトありがとう。前髪伸びた伸びた、もう目にかかってる。なんかさ、最近さ、思うように声が出せないんですよ。まあ、あの喉の不調もあるんですけど、いやでもなんか本当に喉の調子がいい時が全然なくて、そう、なんかいつも喉の不調なんですよ。不調でなんかずっとなんか風邪ひいてるみたいな感じで、そう、実質のなんか毎日喉の不調なんですけど、でもさ、なんか毎回言ってたらさ、みんなからしたらさ、なんか言い訳に聞こえるかもしれないじゃないですか。なんか言い訳に聞こえるかもしれないから、あんまり言わない方がいいかなと思って、そう、最近声が出しにくいんですよね。思うように歌えないんですよ。しかも昨日も、実は昨日も夜中に救急病院行ってきて、そう、救急病院誰にも言ってないんですけど、ファンのみんなにも言わないって決めてたんですけど、そう、あの嘔吐が止まらなくて、昨日はあとお腹が痛くて、で救急病院行って見てもらったんですけど、あのもうこれでもかってぐらい嘔吐が止まんなくて、でなんか腸炎みたいなだったらしくて、これ最近なんか体調崩しやすいしあれなんですけど、でもなんかいつもさ、そういうの言ってたらさ、なんか言い訳みたいに聞こえるかもしれないからさ、
あんまさ言いにくくて、みんなにも、そうファンのみんなにも言いにくくて、そうなんかまたかよって言われそうだし、アンチとかも来るかもしれないし、今日も結構配信とかレッスンとかも出るか出ないか迷ってて、今日もね結構しんどい感じだったんですけど、表にしんどいのが出ないように頑張って、なんかまたさ、なんか今日のやつ配信とかも休んだらさ、なんかまた休んでるのみたいな、なんか思われそうだし、なんかいつも体調崩しとるじゃんみたいな思われそうだから、なんかふーん、ちゃんと管理してるんですけど、自分の体調が分かんなくて、昨日もちゃんと休んでたし、自主練した後とかも結構休んでたんですけど、そう今日は黒の上着にした、中がピンクだからそれに合わせて黒にしてみました。そうなんです、たまたまなんかそういうタイミングがさ、こう重なったりさ、そういうのが続いちゃうとさ、なんかうん、そういう風に思われちゃうから、それが嫌だから今日のやつも言わないようにしてたんですけど、ほらありがとう、聞こえない、言い訳にすいませんそう前もねなったから、なんかよくわかんないんですけどでも今日もね声が思うように出なくて、思わないですか。リオスの味方？優しい。ありがとうございます。しっかり休めるときには休みます。いつも通り。ごめんね、ほらありがとう、あもうすぐテレプ出る、そういつものさルーティーンとかもね本当に調整してるんですよ、もう今日は無理だみたいな、無理だって自分で思ったらやらない日もあるし、結構前よりかはこう自分で判断してこうなんていうの、休んだりなんか休むのもさこう一つの手だからさ、昔だったら何が何でもやるみたいな感じで、もう毎日ルーティーンもそのしんどい時とかもやってたりしたんですけど、そう休むのもね大事なお仕事だと思ったから、最近は調整しながらやってます。ありがとうみんな、優しい、ありがとうございます、みんなも気をつけてね自分が言えることじゃないんですけど、ごめんね、テロップ出た、あさあ壇上を読もうと思います、ありがとう、
誕生を見ます。13位キキチピア XY さん、ありがとうございます。12位鈴鹿さん、ありがとうございます。11位シャカラピーさん、ありがとうございます。10位日傘のタッキーさん、ありがとうございます。9位ゆういちささん、ありがとうございます。8位もりもりさん、ありがとうございます。7位 KHK さん、ありがとうございます。6位キズナさん、ありがとうございます。5位シュウさん、ありがとうございます。4位満月ライダーさん、ありがとうございます。3位ホリちゃんさん、ありがとうございます。2位ラクラクさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 ーバーン、昔からおじんさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。それでは明日は朝配信になると思います。それでは今日もお疲れ様でした。明日も頑張りましょう。それではバイツーン、ありがとね、おやすみー。